プロ野球スピリッツはちょっとね、なんとも非常でね、2021年が終わった段階でね、石川さんをね、自由契約にするっていうね、ヤクルトがとんでもないことしたから、まあ、投手コーチもできるから、この石川さんを採用したわけなんだけど、ちょっと石川さんの涙の最終登板を頑張れ、いい、やっぱいいね。そこでこう引き締めて三振を奪えるってのが、やっぱなんといってもこの石川さんの長年の投球術、素晴らしいね。よく頑張った石川さん。最後、まあ、消化試合してたんで、まあ、勝率はちょっと下がっちゃったけど、6割1分9厘、勝率6割超えることのない昨今、まあ、よくやったでしょう。まあ、投手成績もね、結果的には、まあ、消化試合とかしながらも、防御率なんとか1位、救援、まあ、救援はちょっとまあ、トレードとか取ったから、ちょっと、せこいところもあるけど、でなんといってもここでね、盗塁202、チーム盗塁数200の成功率8割。これはなんといっても素晴らしい。ほぼ、ダブルスコアではないけど、やっぱ2位と80差はちょっとやっぱとんでもない。まあでもエラー数一番少ねえじゃん。ようやってるわ。ここの差じゃないですか、オリックスバファローさん。まさかここで差がつくなんてね。いや、雄大使うぐらいならちょっとヒコちゃん試してみるか。やっぱ若い地を入れることで何か変わるかもしれない。ヒコちゃんショートにしてみよう。まあ、ここで、まあ、若さゆえの、この後半戦、まあ、消化試合でようやく出てきたこのヒコニャン、ヒコサカちゃんをスタメン使うことによって、やっぱ選手たちはどこかね、気合が入るんじゃないかと。安いね。やっぱ危機感なんだな、大事なのは。やっぱり。あ、藤岡さんが変えられた。初戦で結果残さなかった藤岡さんが変えられた。やっぱそこの危機感なんよな。やっぱそこの危機感がやっぱりチームを変える。